天皇寺公園内にある。大阪冬の陣では、徳川家康の陣城として、また大阪夏の陣では、真田信繁の陣城として使用された。別名チャウス山祭やチャウス山陣城とも言われている。チャウス山及び家庭池の石碑大塚城は、チャウス山古墳を利用した、戦国時代の城郭の一つと思われ、日本城郭体系にも、そのような記載が見受けられる。 またこのチャウス山は、日本初期には、廃稜すなわち古墳と記載されていることから、長らく古墳が否定されていた。しかし、近年の発掘調査の結果、人工的なり土であることは、間違いないと思われているが、古墳跡である、可能性は低くなっている。また城郭としての森土の場合、頭頂部と中段には平坦地は、うかがえるが、城郭にある土類、堀、 霧岸は見られない。古墳とも中世の城郭跡,跡とも明確な結論がつけにくい構造となっている。またこの時の発掘調査では、中世の四天王寺と同伴瓦が出土しており、寺院に伴う移行が先行していたことが明確になっている。また、墳丘の中段からは、瓦原時期、掘ったて柱建物、素石建物、 かまど等が出土し、金箔を有する漆器の遺物も発見されたが、調査範囲は限定され、出土位置、相位から見て、これら以降、遺物がすべて大塚城と関係するかは検討の余地が、残るとされている。真田幸村画像、上田市立博物館所蔵大塚城は1546年に、細川春元の活臣山中又三郎が、 チャウス山古墳の公園部に城を築いたと言われているが、シャリジの戦いで、細川氏綱、湯座町京連合軍に攻め込まれ落城してしまった。その後1614年の大阪冬の陣では、徳川家康がここに本陣を構えた。中池大工支配の研究の、官営12年井戸氏ご機内公衆大工様馬ご斜面。 ひためなり工事ご訴訟猿城工学によると、大阪城下にあった船場の蔵や家々を壊し資材として、御役蔵を築いたと記載している。この時すでに、大塚城は廃城になっていたかは定かではないが、徳川家康の神城として大きく改修された、可能性がある。また、武徳変年修正には、大塚城の山頂部に、徳川家康の神女があって、 南北に十二条に三軒に一軒の日差しを有し、五尺の円をつけていた。西六には、茶屋南六には南度、東向きには浴室があり、万死の多くは北方向の一神寺に駐屯していたと記されている。また、翌1615年の大阪夏の陣の決戦の際には、豊臣軍の真田信繁がここに着陣した。 チャウス山菜やチャウス山神城としても有名である。この城は、諸国古城絵図にも記載がある。これによると、山頂部は八軒四方の車があり、西側にもさらに広い車がある。またこの車西側や堀を隔てた位置に、丸、前出し状の車が記されている。この丸、前出し状の車は、現状でもその形態を平坦地に見られる。 ただしこの部分は大地端部にあたるため少なくても西端部分は自然地形を踏襲すべきではないかと図節近畿中世上郭辞典では解説している。またこの城は大阪冬の神図屏風にも記載されている。これによると噴球周囲を土塁で囲み上部には入りも屋の主宰か四棟の建物が描かれている。さらに北側にはここがあり、 歌舞伎門が描かれている。さらに、墳丘の裾にも建物が数棟あり、北側の平地部にも、堀と歌舞伎門があり、図説近畿中世上郭辞典によると、諸国古城絵図よりも戦地面から防御を考えれば、大地続きに堀を設ける構造の、大阪冬の神図屏風の方が、現実的であるとしている。天王寺公園六分戦記。ありがとうございます。